嘉義市は、中華民国南部に位置する昇格市。東市を中心に、嘉義シ都市圏を形成している。嘉義市は、台湾西南部のカ南平原北端に位置しきた、海基線が、市内南部を通過している。東西約1 5トル南北約1 0 5トルであり、周囲は、嘉義シ県に囲まれている。地形は、東部の一部が、 竹崎丘陵地になっている以外は平原に属し、地勢は東から西にかけて緩やかな下り勾配を形成している。主要河川には八手の平系、牧師系があり、それぞれ市内の南北を流れており、下吉市県との境界を形成している。土壌は、きめ細かい粘土質であり、保水性に乏しく、そのため水は八手の平系の乱部か水子及び神儀。 部下水湖より考えされている。気候は温帯化う気候に属し、気温は7月が最高、1月が最低であり、年間平均気温は摂氏23.3度である。年間降水量は2000ミリメートル。温暖な気候と豊富な降水量により、農業が発展する有利な条件を有している。 かよし地域区分行政区画の変遷1946年から1950年か、よし市地域区分日本統治時代かよしの、町名一覧かよしの旧称は諸羅山である。台湾原住民平螺捕族ホアニア族ロザ氏族の、集落、通老山と台湾合音がある維持する諸羅山社に宛てた。別称には、桃城があるが、 これはこの地に築城された古城が桃に似ていたことから命名された。現在でも古城が位置した中央七彩噴水一帯を東をと称している。諸羅山は中国大陸からの移民の拠点の一つとして発展した。オランダ統治停止政権機用使用朝日本統治戦後。戦後、かよしは中華民国の省政府直属の昇格市に指定され、 1950年の地方改正により県割市に一旦改変されたが、1982年7月1日、再び小格市に昇格し、現在に至っている。市長国内海外近代のカ吉市は、林業、製糖業、観光業、風俗営業などの産業から生まれた町であり、特に日本統治時代には金融業と運輸業が大きく発展した。 第二次世界大戦後、市内の多くの建物が倒壊したため、当時の日本人市長はこの問題を解決するために、かよし市復興建築信用行売組合を創立した。かつて存在した、地場銀行のかよし銀行は、台湾商工銀行に吸収合併され現在は存在しない。国民小学は、日本の小学校に相当する。国民中学は、 日本の中学校に相当する。高級中学、高級職業学校は、日本の高等学校に相当する。国立科予高級中学の、校門国立科南高省の、校門特殊教育学校は、日本の特別支援学校に相当する。科予 BRT 科予駅駅舎、吉見北駅駅舎、有山森林鉄路。 北門駅駅,駅舎かよししバス西運マスターメガバイト120、アンセノンステップバス台湾キリスト長老協会かよし、サイモン教会礼拝堂台湾、キリスト長老協会かよしサイモン教会礼拝堂の、紹介ひのき森勝村文化路夜市ランタン、月影深深ん、かよし市の吹奏楽は、台湾一番有名なので、歓楽の都とも呼ばれる。福吉県。 本店2018世界大学野球選手権大会主開催地。かよしし国民民運動中心。ありがとうございます。